日本鹿児島県鹿児島市大国町大国町は、鹿児島県鹿児島市の町、旧薩摩国鹿児島郡鹿児島城下下町大国町、鹿児島船毛町大国町。郵便番号は892-0825。人口は308人、世帯数は241世帯。大国町の全域で、住居表示を実施している。江戸時代には下町を管轄する、下町会所が置かれ、 城下三町を管轄する三町総都市寄りが認知されており、城下三町の中心となっていた。鹿児島市の中央部に位置する、町域の北方に、金星町、南方に、新町、西方に、五福町、東方に、堀江町がそれぞれ接している。町域の中央を南北に大門口通りが通っている。江戸期は、鹿児島城下下町のうちであった。 松原通り町にかつて存在していた総当州の寺院である南林寺の門前であったため多くの市があり賑わったとされる。大黒町の町名は天保城海図に見え東は海であったと記載されている。大黒町の起源について大道寺とも山によって表された落ち募州によると城下の用地が不足したため前の浜に築地を設ける工事が 原独年間より行われていたが、工事が未完成ながら人が住み着いたため、大黒町として町を設置されたとされている。また、町内には下町会所と姫、矢倉が置かれ、下町会所には町政の筆頭である山町層都市寄りが認じられており、城下山町の中心となっていた。明治5年に鹿児島では初めてとなる郵便取扱所が大黒町内に設置された。 この郵便取扱所は、鹿児島に設置された館長としては、初めてのものであり、1875年には、鹿児島郵便局となった。後に、山下町、部に移転しており、中央町にある、鹿児島中央郵便局の前身にあたる。1889年には、市政が施行されたのに伴い、鹿児島城下47町と、近在3村より、鹿児島市が成立した。 これに伴いそれまでの大国町は、鹿児島市の町、大国町となった。1914年に、近世町で創業した鹿児島金券銀行が1921年に、大国町に移転している。その後1941年に、鹿児島金券銀行は、鹿児島銀行に買収された。1914年時点で大国町には30、あまりの商店があったという。 1962年に住居表示に関する法律が施行されたのに伴い、鹿児島市は鹿児島市街地域の住居表示に着手した。1963年には、甲月川北部地域に対して、住居表示法に基づく住居表示が一斉に行われ、大国町の全域でも住居表示が実施された。下記の人口データは、角川日本地名大辞典記載のものである。以下の表は、 国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。指導、川崎昭三。ありがとうございます。